Let's go! Yes! Yes! 久しぶりだなこの格好。今日のタイトルは職長就任おめでとうございます。はい、おめでとうございます。隊長、隊長ね。初めて見てる人はちょっと分かんないと思うんですけど、はい、まあ、現役職長じゃなくて、もともと足場の職長で、やって、まあ、今、南瀬港全体を見ようかという、今、シーリングと塗装の方も見ておるじゃないですか。そうですね。で、ちょっとここにしちゃったバージョンですよ。降格した感じですね。同じことしてるだけ。俺と同じことしてるだけやん、お前。で、まあ、足場班が、まっすぐと、リージ、マッチョ。マッチョが、はい、今、二人でやっとるかな。まあ、どんなことをここはやると。一番は売り上げと、うん、おお人間関係ですね。人間関係見て、はい、もう例えば人間関係どういうこと、まあ、なるべくそのベトナム人とか休みたいとか言ったら、うん、休ませたりとか、うんうん、やっぱ下のことを考えて、うん、ああちょっと違ったもんな。違うな。それは心がけてます、ね、いや俺思ったもん。なんかさっきさ、はい、いつもやったわーって、はい、うん、お茶は、はい、休憩とか言ってたよ、はい、まあ、現場見に来て、はい、お茶しようかお前キャバ嬢とデートかお茶しようかお茶しようか優しくなっとる。まあでもそれ、まあ、優しさじゃないですよね、うん、僕からしたらそれが甘さだと思う。甘さ、甘さ、あ、例えばちょっと面白くなってきたね僕はな、甘さっていうのはその休みたいから、うん、もう、うん、そいつを優先的に考えてます。一つだけ言ってくよ、はい、バットつくようなこと喋んじゃねえぞ視聴者の皆さん、バットつけてね。だってお前が喋るとバットいっぱい増えるで、うん、お前と俺両方喋るって一番立ち悪いバットつけてね一番立ち悪いスーパーバットってのがバット率 20% ぐらいくてね、2人で喋ってるとだよね。まあ僕が甘さだと思うんですよ。それだって何って言ったら、まあベトナムの実習生の子は、うん、まあ、休みたいから休ませてあげるとか、うん、じゃあ日本人が休みたいから休ませてあげる、うん、いや違うんですよ、それは、うん、仕事じゃないですか、月曜日から土曜日まで、うんうん、で出すんですよね、うん、でそいつ優先じゃなくてやっぱもう自分優先、優先ってまあそれ多分自己中って思っちゃうかもしれないですけど、うんうん、自分を中心に置いて回していかなあかんと思うんですよ、うん、じゃないとやっぱりその例えばこいつがじゃあ休みたいです、うん、まあ明日休みたいですってなった時に、うん、それ優先的に本当に休ませてあげれるのって言ったら、うん、そうでもないだろうって思う。だって現場があったらだって休ませないわけじゃん。もう完全に怒ってる、怒ってるよ。いや反論弁論、反論弁論しちゃってだけど、もう職長なので言えるようにならなかったぞ。それを自己中の発言をすることでやっぱ人がついてこんくなるんですよね。どういうこと、ついてこんくなる。あ、もうこの会社嫌だとか。そんなことないですよ。だから それはそいつのなスキルがなかっただけじゃない。だけどこれから僕の考えは、うん、やっぱそれを考えて優しくしてったら、多分厳しく、うん、それは俺は甘さだと、優しさじゃない、うん、甘さ、ただの。なるほどな。あ、なお前はやっぱこれはただの甘さ、まあ、これはただの甘さだと思うんです。優しさじゃないですよ、こいつ優しさだったんですけど。あ、なるほどな。それは、うん、だもんね、多分人が辞めてくるんですよね。どういうこと、それ関係ねえかよ人が辞めてくる、人が辞めてくるは関係ねえだろ。確かに辞めてたよ。いやだからそれがその子たちがスキルがなかっただけなんですよ。例えばそれどういうこと、ついてきんかっただけなんですよ。ついてきんかっただけ、その僕に。お前はどう思う。でもお前はついてきたから、まあ、お前はその一緒の横の立場の人たちが辞めてたわけじゃん。はい、それに対してどう思う。だけどやっぱ人それぞれ気持ちが違うもんで、うんうん、人のやっぱことも考えなあかんし、うんうん、スキルがみんな一緒っていうこともないじゃないですか。ああ、はい、なのでそいつにあったことを優先ってか、うん、おお、ちょっと俺いいこと言っとるわみたいなお前喋っとる途中にもう俺いいこと言っとるわみたいな顔するんだよ、みたいな。はぁーでも焦点しちゃった俺次のステップのこと考えてたんだけど、パッてこいつの目みたいに俺いいこと言ってるみたいな今顔してたもんね、こいつ。あ、なるほど。あ、俺もそう、お前の気持ちすごいわかるわ。なんでそれに対してどう思う。なんでそれをお前はじゃあ違うよ、それは甘さだよっていうのはな。だからそのスキルがまあ違うとかなんか言うっすけど、まあ、結局っすよ、うん、だってまあみんなで作っていくもんかもしれんすけど、うん、全部が全部それ吸収しとったらっすよ、うん、何もできんくなると思うんすよ。でみんなの気持ちをだから人それぞれって言って、うん、だけど何かしら一本こうレールがないとダメだじゃないですか、うん、それを決めるのが僕は頭だと思うんすよ、職長だと思うんですよ。でそれに沿ってみんなを合わせていくんだったら分かるんですけど、だからみんなのその意見を取り入れてやっていくってなると、こっちも行かなあかんし、こっちも行かなあかんし、こっちの意見も聞かなあかん、こっちの意見も聞かなあかんってなると絶対そんな無理じゃないですか。なるほどな、うん、視聴者の皆さんはどうやって、まあちょっとコメント欲しいね、これね。まあコメント欲しいですね。でもお前はやっぱこれ顔が納得してないからね。いや俺なんやお前。いやでももう2週間、3週間ぐらいやってどうなの。まあそこは何心がけとんの。
まあ、今週休みたい日あるとか、あ、声かけるようにしよう、はい、あ、なるほどね、あ、甘さやな。どう、ちょっと違う、いや全然違う、ただ俺は一つ俺の意見言っていいじゃん、はい、まあ、まとめると、はい、あの、あ、これ立場の違いだなって、はい、で、まあお前に失礼なんてなんじゃけど、俺こいつの意見すごいわかる、でもお前の意見が会社って大事なの、はい、で俺よく言うけど、はい、もっと人の顔見たれよとか言うじゃん、はい、でもそれってやっとお前が責任感持って今出てきたんだけど、はい、本当は例えば経営者ってそうじゃん、はい、もう多分もう方向を示すしかないじゃん、はい、まあでも声かけるじゃん俺結構、はい、だけどまあ俺はもうこれやりたいんだ、全員の反対にやるじゃん、はい、でもいかに下の子たちがそのそばにおる子たちに寄り添ったり、今のショーみたいな考え、はい、大丈夫かって、もしあれだったら俺社長に言ったるぞとか、はい、でも本当はお前がもっと本当のリーダーになった時に、足場の数字を作ろうと思った時に、今のお前のことを言ってくれるお前の部下、お前がおるからお前がおるし、はい、もちろんそうです、輝くし、はい、お前がおるからこいつらも輝くみたいな、はい、でも優しさだけでもいかんし、厳しさだけでもいかんじゃん、はい、でもトップの仕事ってそうです、よかったよ、俺なんか号令かけるだけじゃん、でもそこにいたら命令だけでさ、はい、下もみんなお前と俺だったらさ、はい、絶対ついてこれんじゃん、ついてこれんすね、足場班でもよく見たら3階建てじゃん、もうこいつ抜きで、まあ、はい、あのリーダークラスがおって、中堅クラスがおって、坊主がおる、はい、で中堅クラスがそういう気持ちで動いとったら、はい、組織って強いんだよ、あ、なんで辞めてったって今までお前はそうなってなかったから、そうですなんで俺がいいこと言った俺が怒られるんだって、だけど、まあ、それになるように俺も努力したんだけど、もちろん、はい、ミッチーも、はい、例えばショーに俺みたいにやれって言ったら、はい、お前のそんな価値がなくなるんだよ、あー、そうっすね、ちょっとテンション低くなった、いやいや、考えとらんていや、全部俺持ってっちゃったかな、なんか手札動画みたいなやつやな、別に気づいたら多分俺は2人おらんでね、多分別にでもそうじゃない、俺いいこと言ったら、あ、分かるっす、分かるっす、あ、でもいいこと言うのって2人とも合ってんなと思って、はい、どっちが合ってるのって合ってるのって、はい、まあ、学んどることが今違うみたいな感じ、はい、最初はそうだったの、まあ、僕は最初はそうでしたね、やっぱりとか優しくするとか、はい、でベトナム人ちょこちょこ行ったりとか、まあ、それが僕は優しさだなと思ったら、うん、全然違ったっすね、変わらんっすよ、嫌がるのとか、逆にあの組合に言われましたね、普通に、ベトナム人さん、あのベトナム人人がほどほどにしてくださいってすごい言い間違えた、まあ、みんなからクレームが入ったんですよ、そのそれが言うよ、夜来ないでくださいいつもミッチーさん来ると寝れないですまあ正解ないからな、結果正解ですからね、結果が正解、あ、そうそう、本当にそう、だってリーダーって難しいよな、決断力ない子ってできないんだよね、はい、結果答えないじゃん、じゃあ営業にこれ断った方がいいのか、やった方がいいのかも、ギリギリのところで、まあ、それ残業試合やれるとか、はい、いろいろあるだろう、はい、どっちが正解かわからんじゃん、そうですね、どこを取るかじゃん、全部は取れんもん、取れんすよ、うん、ね、どこを取るか、ま、悩む、悩んだらとりあえずやりゃいいと思うんですよね、で結果ダメだったらやめりゃいいだけの話だし、うん、こっち結構そういうの やりそうじゃん、やると思うんですよ、結構残業してでもなんか、うん、アイスいいっすよやりますよって、うん、そうだよ な, なただいい人すぎて潰れてくってなるな、何でもいいっすよいいっすよって言ったらいい人になるのは楽じゃん、数字作るって自分が偉かったらやれんもんな、だから俺もじゃあいい人になって現場も出とる、営業も手伝ってる、会議も全国参加しとるって言ったら、はい、会社って数字作れんじゃん、はい、YouTube やった時全員反対したんですよ、これもう今でこそみんな、いや出てもいいっすよーとか言ってお前でもまあまあちょっとあれだったもんな、最初は、最初は僕も恥ずかしかったっすね、ただいや、やっぱりもういいっすよみたいなやつやな、声かけられるようになってからっすね、そんな感じか、今日は、まあ、そうっす、まあちょっと勉強になりましたかね、はい、ちょっと声がちっちゃいよね、全部声拾ってなかったから、僕むずいだろ、はい、テレップすればいいな、まあ、あれ、足場職人絶賛募集中だもん、募集中ですね、ほんと、うん、ただまあ免許持ってる人、まあ中型乗れる子がまあ特にまあ来てくれたら嬉しいかなっていうね、うん、まあそこら辺はちょっと、まあ、経験者だな、経験者だと、うん、単価の話はもう全然喋りますんで、一人親方とかでも全然いいな、もう全然いいっす、一人親方でも、うん、全然うちはもう全然問題ないから、あとはもうやっぱそのさっきも爆速が言ったように、まあ下が大事にできる子、そうそう、うん、まあ、仲良くやれんやつはもうダメだろ、ね、仲良くやれんかったらいらっしゃる、それはもう徹底しとるもんね、ちょっと、はい、もうじゃあ自分だけがいい、俺のやり方でやっていく、でだってうちはもうその足場でいくらはやらんもん、ね、うん、
やらないですね。まあ本当の外注はおるけどね、はい、いくらはおるけどね、一緒のチームでやるっていう子を今募集しとるので、はい、外注さんはおるもんな。外注さんはいます、ね、チームでやる。でもだから金が少ない多いじゃないと思うんだよな。こういう時期なんか別にね、無理してる仕事もあるし、まあ、足場班も忙しいけどね、はい、結局どうやって割り振るかだもんね、全部は。はい、だと思います。はい、じゃあチャンネル登録といいねお願いします。よろしくお願いします。またねー。